科学において、三角水型は、三角水の底面の角に三つの原子と頂上点に一つの原子を持つ分子の気化配置である。四面体と似ている。角にある三つの原子すべてが同一である。自点分子は、天群 C3V に属する。三角水系気化配置を持つ分子及びイオンには、水素化、プニクトゲン、酸酸化キセノン、塩素酸イオン、アリュー酸イオン、 アリン酸イオンがある。有機化学では、三角水系気化配置を持つ分子は、SP3 混成していると説明されることがある。ベスプア理論のアックス法は、この気化配置の分類は、アックス 3E1 とされる。ホスフィン、三角水系気化配置を持つ分子の例。アンモニア中の窒素原子は5個の値電子と3つの水素原子との結合を持ち、オクテット則を満たしている。 この結果、それぞれの結合角が、コサインマイナス109.5度と等しい正四面体の気化配置がもたらされるだろう。しかしながら、三つの水素原子は、孤立電子体による反発を受け、気化配置は、結合角107度の三角水へと歪む。対照的に、三復化放素は、放素が孤立電子体を持たないため平面三角形気化配置を取り、平らである。 アンモニアでは三角水系構造は素早い窒素反転を経験する。ありがとうございます。